イゲームス馬娘プリティダービー。どうも、のっちん TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。食べる雪だるまとは食べるラー油のようなものか。近所のカフェにあるらしく、気になる。気になるけど食べる雪だるまって何ですか。はい、ということでね、今回の動画はハイフビアハヤヒデ両サポカ、この動画やっていきます。で、実際にですね、今回のハイフビアハヤヒデ比較してみたり、新シナリオどうなのって考えたらマジでいいので、お時間あればぜひとも最後まで見てみてください。はい、で早速行くんですけども、本当にいいです。マジでその性能解説みたくしてもいいんですけども、特に今回のビアハヤヒデはスーパークリークない人の救済にもなりますし、あとは始めたばかりの方でスタミナサポがないですよっていう方でも使える性能をしているので、まあ、気が向いたらね、いろいろコメントとか高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで配布ビアハヤヒデをシナリオの、イベントで見ていきます。できた時のターボの技はね、ダブルツインジェットターボ全開。ダブルツインターボ全開。いや、ターボ師匠キャラでも欲しいですね。今回サポカでそちらの解説も上げていたりはします。で、ビワハヤヒデなんですけども、こちらです。入手方法とかは割愛いたします。ビンゴとかイベントやると入手できます。はい、で、いいところを見ていくとこんな感じです。え、まず、こちら得意率が50あります。で、これは新シナリオグランドライブの解説で言っていることですけども、得意率が今回のシナリオではね、あると、まあ、友情トレーニングが光って、でその結果パフォーマンス稼げていくので、この50得意率はまずいいというふうに評価できます。で、さらにそこにプラスしてスキルポイントボーナスもあります。で、これもグランドライブでね、スキルポイントが足りないですよって言われるところで、これ配布なのにスキルポイントボーナスがついてます。それ本当になんか今回ね、いい感じで、今回のこのハイフサポカはサイゲームスさんの両親かなというふうにもちょっと思っております。で、さらに、まあ、スキルもいい、金スキルもいいんですけども、普通のスキルも良かったりします。で、それがここに尻尾上がりとかありますし、まあ、先行だったらこの先行直線真っ向骨とかですし、あと道丸の条件のチャンミだったら道丸丸も取れるし、まあ、天候曇りだったらこれも有効みたいな感じになります。で、あとは金スキルの貝のヒントもあるので、安くするとかもできたり、いろいろいいものがあります。で、このスキルいいところ本当にそうなんですけど、これ見てください。今までの実装されていたビワハヤヒデ SR なんですけども、スキルこんな感じでした。なんでこの中では、まあ、道悪と、まあ、半身、まあそんくらいかなみたいな、曇りの日は天候次第ですけど、こんな感じでこんなにスキルが、まあ、めっちゃいいのがなかったんですけども、そこに今回、サポカ良くするために尻尾上がりまでついているという感じになっております。はい、で、あとはですね、まあこういうところがあって、まあでかいはちょっとどこがとは言わないんですけども、金スキルもいいです。このね、ビップカオパスというのがあって、これマジでいいので、ちょっとそれも解説させてください。他にはこういうね、内弁とかもあったりするって感じです。はい、で、金スキル少し条件をね、皆さんと一緒におさらいしていきます。で、条件は、まあ、開始5秒以降というのは最初出ないっていうだけなんですけども、追い越し対象がいるっていうだけです。で、回復量が 5.5% 回復します。これなんですけども、 5.5% の回復っていうのはマエストロと同じです。なんでマエストロと同じ回復をしつつ、この追い越し対象がいるっていうのも、まあ、かなり発動しやすいです。まあ、これ簡単に書いていますが、厳密に言うと追い越し対象がいるというのは、まず視野の中に馬娘がいることです。まあ、20メートル前以内にいるっていうところ。そんで追い越すには一応速度差が、まあ、前の馬娘よりゼロよりちょっと速ければいい、ちょっとだけ速ければいい、まあ、少しビューって追い越そうかなってするぐらいでいいです。それで発動するので、まあ、なんならね、マエストロぐらい発動するとも言ってもいいぐらい発動率もよく回復する金スキルまで持っているというところが非常に素晴らしいです。はい、で、実際マジでいいんで、ちょっとここも見てください。で、これまでの配布系とも比較しておきます。もちろんスーパークリックとかと比較するとちょっと落ちるとかは、そのガチャさんとはあるんですけども、配布と比べるとめっちゃいいです。で、ここ簡単に見ていくと、まず馬箱ブルボン、これはもうなんかね、コレクション用です。
ちょっとそれは、こちらサポカーで見るんですけども、まあナマコブルボンはこの表で見てもらっても得意率もなかったり、するというところ。そして、サポカーで見る意味なんですけども、じゃあ金スキルいいのっていう風になるんですけども、金スキルも、まあ、一応逃亡者です。どこですかね、これです。なんでまあそんなにあれかなっていう、あげませんもあるよっていう感じで、まあ、このサポカーは本当にこのコレクション用鑑賞用っていう感じですね。で一応まあ有料というかね、まあ僕買わないとダメなんでお金かかったりするんですけども、まあこれよりはいいのはあります。でマックイーンですね、ここら辺は交換ですけども、マックイーンも金の回復があるんですけども、まあこれ一応、まあ、直線ランダムなので有効になるかっていうところでね、まあその好転一足みたいなものなんですけども、まあそれで、まあ金スキルもまあ一歩化を発すのがいいよねってなります。で他見ていくと得意率50でいいんですけども、まあそれよりもやっぱり練習性能とかも良かったりね、あとはね、初期絆は20あっていいんですけども、まあさそれなんでまあ金回復分マックイーンよりもいいという感じです。でここから長くならないように軽く見ますが、次ライスちゃんとか見ても、ライスちゃんはまあ一応ね、根性が伸びるというところが良かったりします。なんですけど、まあこう見ると、金スキル火事場のバカ時間なんで、火事場はなんかねやっぱりまあその体力尽きそうになった時っていう発動条件の話があったりするので、やっぱり金はいいなっていう感じですよね。で次、鈴鹿さんですね。鈴鹿さんはシナリオリンクなんでね、そういうところでのメリットもあります。で金が、コンセントレーションです。でもやっぱり得意率やスキルポイントボーナスの面ではビアハヤヒデの方がやっぱいいなっていう風になりますよね。そんな感じです。はい。で、これまでの配布系、ちょっとここをサクッといきましょうか。比べていくと、ドトーちゃんとかは結構良かったりはします。ドトーちゃんのいいところはイベントの連続イベントでキラーチューンを取れる可能性もあるという感じです。なんでそのキラーチューンっていう金スキルの評価としては、まあもし中距離でね使うのであれば結構いいので、まあ、そういうところでドトーちゃん金スキルはいいというのがあります。であとはここら辺で見ると、ゼンドロブロイだったらまあ得率がやっぱり50あるっていうところがね、ビオハヤヒデの方がいいなってなりますし、ちょっと金スキルがね微妙なんでロブロイちゃんはあれですけども、まあ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 って感じですね、性能的には。であとはブライトも結構いいです。もしサポカなくて使っていく場合です、使っていく場合はブライト結構良かったりして、ちょっとロブロイは木に一応見せるとね、千里眼なんでね、これいらないよねみたいな、競技場だけだよねみたいな感じです。でブライトもいいって言ってるのが、まあ、右の表でも見ますけども、まあ、金はそこまでなんですけども、この性能がね、得意率が50ある。でイベントも結構ね10回復とかあったりして、まあまあいいっていう感じで、あとはまあ根性を伸ばせるとかね、ボーナス面が良かったりするので、まあ、メジロブライトもまあ使えなくはないです。ただし、まあ、今回はその今まで言ったやつで得意率50は、今回あります。スキルポイントボーナスもあります。で金スキル、長距離でいい、まあスタミナサポートカードを刺すこと自体が長距離の育成になるんで、そういうところでめちゃくちゃなんか新シナリオに考えてもいいし、金もいいという感じです。はい。ということで、ここら辺がまとめなんですけど、今ね言った通り、ドトちゃんはキラチューンもある、ブライトは初期絆30とかもいいです。なのでちょっと使える中では、この中ではこの2人とかそんな感じになって、あと鈴鹿さんはシナリオリンクがありますとか、そんな感じです。でそこら辺を兼ね備えて得意率50、まあ今言ったことですね、スキルポイントボーナス、金スキルもいいというのがマジで今回いいということです。はい。であとはですね、ここを使うシチュエーションなんですけども、今後長距離チャンミもあります。なので今ウマ娘始めたての方、そしてあとはスーパークリック持ってない方、ぜひとも今回のビアオハヤヒで貫突してください。もし本当にスタミナサポカが、まあ、SR 貫突とかあったらね、そっちもありますけども、もしスーパークリックもなくて、スタミナサポカもない場合、ビアオハヤヒで使うのありますマジで。今説明したね全部のことが本当にいいので、あるんで、ぜひとも貫突してほしいです。で今後の長距離チャンミとしては、まあ、10月に菊花賞とかある可能性がありますし、まあ、有馬記念はやるでしょうっていう感じでね、年内に2回とかある可能性もあるので、そういうところでね取るのを忘れないようにしてほしいです。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。いや本当にビハヘイで良くてねビビりました。本当にサイゲームスさんありがとうございます。配布でこの性能はやばい、スキルポイントボーナス配布でついてんのマジでないから、ありがとうございます。
そしてですね、今回はそのね、スタミナのサポートカードとかの配布の部分見ていったんですけども、他にもそのサポートカードのいろいろなものですね、結構ね環境で、ね、変わってきたんで、近日動画上げますので、ぜひともチャンネル登録してチェックしてみてください。それでは動画最後までご視聴ありがとうございました。のっちん TV でした。他にもウマ娘動画上げてるんで、よければ見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。